逃げたラーメン時間計画よいしょ。どうも柴犬です。エビフちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ本日はね、ふっちゃん、はい、これもまたね人気店やってまいりました。本日伺ってるお店はこちら、新潟市中央区小屋野にあるラーメン麺くばに来ております。よいしょ、ふっちゃん。さあ麺くばさんですね、はい、ここはね、もともとヒグマさんっていうラーメン屋さんで、うんうん、私もよく来たんですけれども、そうなんです。あの新潟の五大ラーメンの一つ、生姜醤油ラーメン、なんと新潟市でも食べられるということで大人気のお店になっております。注文してますね、あとは来るのを待つだけとなっております。うま辛味噌、あ、さりげな背脂、うま辛味噌。味噌ラーメンもね、結構美味しかったりしますし、このぐらい行くとね、なんとふーちゃん大好き、あ、背脂ラーメン。ちょっと、え、これ生姜醤油に背脂乗ってる感じですかね。あれ、そうなのか。ここで背脂ラーメン食べたことないですけど、背脂ラーメンもありますね。僕ら11時、ほんと開店と同時に来たじゃないですか。いや、どんだけ開店と同時に来るんだっていうもう満席、ほぼ満席みたいな。そうですね、15分ぐらいしか経ってない、15分ぐらいしか経ってない最近火曜と金曜日っていう週2回更新をついに始めたんですけど、そうだそうだ、僕ね1個ちょっと重大なこと気づいちゃいまして、本当にこれだけを、あ、来た来ましたね。わわわわ、すごい、え、めちゃくちゃうまそう、来た。いただきまーす。ふーちゃん、これはもう間違いないやつでしょ、ね、この色がもうたまらないですね。色がね、スープの色が濃いめの醤油が特徴ですからね。あー、濃い。生姜の香りがたまんないですね醤油の濃さもありつつ、生姜もしっかり主張してくるので、もうそれがたまらないな。生姜であっさりしてんのかなと思うんですけど、この醤油の濃さがね、染みますね、ガツンとくるよね。これがいいとこなんですよ。麺このやっぱ色ですよね。醤油が染みて、ちょっと茶色い感じになってるね、この麺いいですね。おお、おいしい。たまんないですね。麺のもちもち感と、あとしっかり染み込んだスープの味、これがもう抜群に合いますね。濃い醤油と生姜をしっかりまとってくるんですよ。まとってくる。このまたチャーシューも特徴的よ。いや、これすごい薄くて、これも絶対味しみしみでしょうね。いや、そうなんです。最高。脂が乗ってて、で噛むたびに生姜の味がまたふわーって口の中で裂きますね。この具も、このほうれん草あるの特徴的だよね。いいっすよね。あとメンマもあって、具とかをもう一緒にもう思うがまま麺と一緒に食べちゃってくださいよ。食べちゃいますよ。いいですよ。ね、あ、いいですね。ほうれん草とメンマ、ね、これ最高じゃん。最高これ。はい、だ。これが生姜醤油。これが生姜醤油。新潟市にいながらにしてこれ食べれるって結構特別ですよね。いや、めっちゃ幸せ。めっちゃ幸せだよね。ごちそうさまでした。いや、ふーちゃん食べたね。もうただただ黒いスープが残ってるだけです、ふーちゃん。これも本当はこの後、ね、飲むんですけど生姜醤油ラーメンのスープも意外と濃いと思いきや飲めちゃうんだよね。いや、これ絶対冬とか雪山とかに水筒入れて持ってったらもうずっとポカポカでしょうねなんですぐ水筒入れたがる。これなら本当に新潟の冬もへっちゃらじゃないですか。これ一つが万能じゃないよ生姜醤油万能じゃないから温まるけどね。温まる、すごい温まりましたはい、ということで本日はラーメン麺くばさんで生姜醤油ラーメン食べさせていただきましたごちそうさまでした。どうでした、うちゃん。いや、最高ですね。多分明日も来るかもしれないリピート早すぎる感覚がちょっと次は背脂、まあ、次はね、背脂、まあ、ラーメンの種類多いからね、はい、
確かに毎日行っても飽きないんじゃないかなというふうに思いますよ、うん、ということで、本日も見ていただいて皆さんありがとうございました。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。さっき言ってた週2更新にしたらなんか重要な言葉みたいな、あれ何だったんですか？週2にして気づいたこと一つありまして、はいはい、今までずっと金曜日更新してたじゃないですか、うん、火曜日の方が伸びる